どうも皆さん、カイトです。現実と夢がクロスする世界観デカーネーションをご存知でしょうか。こちらは2023年5月31日にスチーム、2024年3月14日に任天堂スイッチで日本語翻訳が追加されてリリースされたゲームになります。早速ラストまでクリアしたんですけど、最高にテンションだだ下がりの精神的ホラーでしたね。こちらはビープ様からご提供いただきました。シュールリアリズム作品というサイレントヒル、不思議の国のアリスなどからアイディアを参考にし、現実と夢、そして悪夢の三拍子が出揃いながら 2D ドットでこと細かく表現されたえげつくないディティールなどめっちゃ面白かったです。今回はデカーネーションというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになりますが、精神的ホラーアドベンチャーが一番しっくりくるかなと。キャバレーでダンスを生業にしているグロリアがいろいろとうまくいかないことが続いてメンタルを削られている時に、パトロンになりたいという男に出くわします。その男と出会ったが最後、彼女は闇に闇へと引きずり込まれるというお話。90年代のフランスのパリが舞台ということもあり、どことなく情景が目に浮かぶドット表現が見事で、かつヌルヌル動くグロリアはじめモブキャラたちの一挙一動が分かりやすく表現されています。ホラー特有の探索要素でイベントは次々に発生していくんで、怪しい箇所をポイント&クリックをしていき、お使い要素的な感じで謎解きを解決していきます。ミニゲーム要素も多彩なのも好印象で、陰鬱な世界観とは違ったダンスパフォーマンスにストレッチによる運動、さらには神経衰弱など悪夢の中では考えられない明るい BGM とともに遊ぶことができますね。現実ベースのお話と夢ベースのお話がランダムに繰り広げられるので、途中で何がないんやらわけわからんくなるんですけど、それを踏まえてのゲームプレイが求められます。キャラが常に下着状態なのが配信した泣かせだなと感じますが、キャバレーという設定上での荒れている環境下を表現するという意味でもドンピシャでした。基本的にはグロリアを操作しながら、全てがうまくいくはずだったが予定が狂い、監禁生活の中での悪夢との二重生活で活路をいかに見出せるかというもの。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、一つだけ。常にテンションがだだ下がるストーリーラインを堪能。最初に言いますが、何一つテンションが上がらないのが本作。最初から最後まで救いようがないような描写の数々がずーっと続くと思ってもらって大丈夫です。こういうゲームめっちゃ好みなんですよね。グロリアがモデルを務めてるシーンからおかしな感じがすでに漂ってて、精神的に追い詰められた後の悪夢の中で次々に襲われるクリーチャーといったラブクラフト要素も持ち合わせているのがデカーネーション。グロリアの思いの糧が全て表現されている中でも、グロい描写を余すことなく見せてくる点が特筆してて、さらには最も恐ろしく感じる部分である人間という要素をドットで見事に表していましたね。何もすることがないと思ったら突然電話が鳴ってからのイベント発生、優雅に過ごしていたかと思ったらそれが現実か夢かわからないといった状況に置かれることもプレイヤーの感受性に委ねられてて、プレイしていてとても楽しかったですね。いきなり怪力パワー全開は可愛い。ゲーム内日数が進むにつれてどんどん壊れていくようなグロリアの姿も、そりゃそうだろうなって思うのは私だけでしょうか。年齢の壁でのパトロンとの出会いでの傾き、そして監禁されてからのいびつな日常など、映画のワンシーンをプレイしている感覚になるのもこのゲームの妙なところでもあったりします。このゲームは謎解きベースでは進んでいくものの、ところどころでミニゲームイベントがあったり、さらにはボスのような悪夢との戦いも存在するんで、その合間合間のいいエッセンスになっていたのも慣れさせない工夫がされてました。ちなみに叫んで攻撃とかもできちゃう。個人的に気になった部分としては、グロリアの歩くスピードが常に歩くのみなので、移動はもう少し早くてもよかったのかなと感じ取られました。でもこのスピード感だからこそストーリーに没頭するという意味では良かったのかも。なんだかんだでラストはうまくまとまってるような気がしたので、おんのじクリアとしては5時間かからない程度では進められるものの、それに見合った内容かなと勝手に感じています。ハートのアクションゲームだけはマジで理解するのに時間かかったのでやってくれてましたね。以上になります。キャバレーのダンサーから抜け出そう。デカーネーション、終始テンションが上がらない展開が多い中でも、無駄に食事をするシーンのドットが美麗。ミニゲームの矢印方向ダンスゲームがコントローラーが反応しなすぎてブチ切れる。縦画面の追いかけっこイベントでの日本風がレトロスタイルでの急なアクション性。この機会にぜひグロリアの心の葛藤に思い切って飛び込んでみませんか。きっといろいろ陰
憂鬱なデザインがブラッシュアップされてて、ここまでドットのホラー演出ができるんだってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。